両勇気は、大阪府、戦北軍多田岡町出身のプロサッカー選手。J2 リーグベガルタ仙台所属。在日朝鮮人で、元朝鮮民主主義人民共和国代表。高卒での J リーグ入りを目指したが外国籍枠の制限によって断念。外国籍扱いしない選手選手としての認定を受けるために、日本の大学への進学を決め、2000年に、 半南大学へ進学してサッカー部に所属した。大学での活躍が認められ、ジェフユナイテッド市原への内定が見込まれていたが、市原は在日ワーク選手としてキニマンを登録していたため破断。その後、2004年2月に川崎フロンターレのキャンプに参加したものの、ここでも契約には至らなかった。J リーグを諦めて韓国、 経理リーグ入りを目指そうと渡航及び国籍、変更手続きの準備をしていた時、J2 へ降格したばかりのベガルタ戦だよ、高校時代の監督から紹介され、テスト生として入団し、プロ契約に至った。1年目からチームの即戦力として起用されるようになり、この年はリーグ戦32試合に出場。翌2005年には、レギュラーとして完全に定着し、 2007年以降は5年連続でリーグ戦前試合出場を果たしている。2008年、2009年はチームの首相も務めた。2011年3月29日に開催された東北地方太平洋沖地震復興支援チャリティーマッチでは日本国籍以外の選手としてはただ一人 J リーグの選抜チームである。 J リーグチーム AS1 のメンバーに選出され、日本代表と対戦した。2018年4月28日の対北海道、コンサドーレ札幌戦で、J1J2 通算500試合出場を達成した。2019年12月28日、契約満了による対談を発表。2020年1月8日、サガンと推理を発表。2022年1月5日、 ベガルタ仙台への完全移籍での復帰が発表された。朝鮮民主主義人民共和国代表にもたびたび招集されており、2008年の東アジア選手権や 2010FIFA ワールドカップアジア3次予選にも出場した。しかし、守備的戦術を取り体力と競り合いの強さを重視する代表の中で持ち味の攻撃的センスを発揮することは難しく、また、 二部リーグでプレーしていることでも軽んじられたため、徴用されることはなかった。2009年に北朝鮮代表が東アジア選手権予選で敗退した際、出場していた同じ在日朝鮮人のテイ・ハルト氏が、両を待望するコメントを出している。北朝鮮代表が44年ぶりの W 杯に挑む2010年、いわゆる B チームではあるが代表に2年ぶりに、 招集され、AFC チャレンジカップ2010優勝に貢献。大会得点を及び MVP を獲得した。同年5月には 2010FIFA フフワールドカップの北朝鮮代表候補に選出されたが、予備登録締切日までに手続きが遅れた影響で、予備登録メンバーにも登録されず、直前合宿に参加したものの、最終エントリーメンバーに残れなかった。 代表監督金銭勲に対し張りのメンバー入りを強く主張していた在日本朝鮮人、宗教協会理事長のリアスヒロは、選手枠に秋がないならと役員枠での帯同を要求し、実質サポートメンバーとして引き続き同代表に帯同した。同年12月24日には、AFC アジアカップ2011の北朝鮮代表に選出され、 グループリーグ全3試合に出場した。2011年は 2014FIFA フフワールドカップアジア3次予選の北朝鮮代表に選出。日本戦にも出場したが、同予選では特に目立った活躍はできず、チームも最終予選に進めなかった。2014年12月16日、AFC アジアカップ2015の北朝鮮代表に選出され。 グループリーグ前3試合に先発出場。第2戦のサウジアラビア戦では、先制点を挙げた。その他の公式戦出場大会。ありがとうございます。